今は待て。あ、絶対に勝てると思ったのに、負けちゃいました。武将の能力差が著しくあったためでしょうね。あ、以前も、絶対に勝てると思った時に、負けてるケースがあった時に、すごい武将のメンツが揃ってたやつありましたし、多分そうですね。とりあえず、島津も猛兵もいないので、なんとかなるでしょ。報告いたします。先月の収支です。取引を行いましょう。ありがとうございました。相良さんと親善を深めておきます。はっ。山名さんとも親善を深めておきます。はっ。山名さんと同盟延長できますね。延長しておきます。1年しか延長できないとか生意気ですね。志果たさずして賞は終えられぬな。三好の後ろとりあえず一つゲットできたのは大きいです。進め。ま、兵力差1500あれば負けないでしょ。次なる戦も必ずや勝つ。うんうん、計算通り勝てたので安心です。かたじけない。みんな勝ち時をあげよう。あ、速ピロですか。おいしいですね。後に続け。サクサク次に向かわせて占領していきます。今回は兵糧がいっぱいあって、この分だと兵糧切れなさそう。島津ある程度倒し終われば切れる心配はないかと思いますけど、現状では少し不安かな。島津さえ倒し終われば徐々に農兵解除できるので、兵糧も多少は増えるかなと思います。あ、なるほど。なので九州東北した後は楽だと言ってたんですか。九州東北は端っこまで進出できれば難易度は低いとは思います。包囲で30日、今回の戦争で三好攻略は難しいですね。標高34日。交渉がついたので交渉します。10日の待機時間がかかりますが、成功したら時短になりますから。報告いたします。先月の収支です。この志必ずや果たしてみせようと。取引を行いましょう。ありがとうございました。かりんごと大きは勝ち、少なきは負ける。戦の極意。39% か、可能性ほとんどないか。ダメだったし、時間稼ぎの交渉かずるいわ。ミヨッシーが攻めてきたか。確か兵数上限が5万で、こっちは4万は持ち込んでいるので余裕ですね。皆の者、大義であった。この城もらい受ける。結構兵を削られちゃいましたが、まだ3万弱あるので大丈夫ですね。
我に続け。武将が一人、さっきの野戦の部隊が戻るより早くマラソンでつけば、短時間で落とせますね。島津は強行80日、まだ、経過年数も浅いので、まったりでいいですね。報告いたします。先月の収支です。取引を行いましょう。ありがとうございました。毛利さんと同盟が、そろそろ切れるので、同盟更新しておきます。あと2ヶ月で切れるので早めに気がついてよかったです。え？同盟延長できない。竜造り寺も半年切ってるので、契約更新してみます。できない。毛利さんと同盟延長できないのは、ちょっと厳しいな。ワンチャン、同盟切れからの再度同盟とかってあるんじゃないんですか？ワンチャンありますね。それを狙いますか。強行88日やっぱ、長いね。確か、ミヨッシーとは、そろそろ半年経過するので、別の場所を攻め込みに行けばいいですね。ミヨッシーとは、今月末で、半年ですね。兵数約1万の浦上さんにします。こうなったら、容赦はせぬぞ。助太刀に参ったぞ。では、ミヨッシーさんは放置し、浦上さんに向かわせます。出陣するぞ。みんな、勝ち時をあげよう。かたじけない。島津は、あと4個ですね。九州もいい感じになってきました。基本的に、兵数が少ないので、部隊合流をし、向かう形を取ります。後に続け。部隊解散されてしまい残念ですが、強行66日、ゆっくりと待つことにします。商いを始めましょう。かしこまりました。ありがとうございました。先月の収支です。取引を行いましょう。かしこまりました。ありがとうございました。取り計らいます。では、戦争半年経過したので、ミヨッシーと講話を送ります。かしこまりました。浦上さんとの戦、勝ち揺るぎません。いただきましたね。皆の者、大義であった。強行8日、爆速です。8日とか早くていいですね。雨ごけに、三村家を取られるのも難解やなので、三村家を落としに行きます。こうなったら、容赦はせぬぞ。助太刀するぜ。参る。進め。アマゴは11日かかるので、こちらの方が先に着きますね。志果たさずして、賞は終えられぬな。一応、毛利さん側についておきましょう。同盟を閉ざしている毛利さんですけど。
同盟を閉ざしてるのに、兵を借りたいとか、どの口が言ってるんでしょうね。ま、一応、貸してあげますけどね。鉄砲もらっときます。かたじけない。三村家は、方位144日、長いけど一個のお城と考えると妥協できますね。報告いたします。先月の収支です。